どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。皆さんハロウィン臨車降臨ね、周回編成作って頑張ってもらってますか？まあ、この臨車降臨ですね、絶対みんなに回ってほしいんだけども、今回はこの臨車降臨の最低化コースと推奨化コースについて話していこうと思います。はい、まず臨車降臨を作るためにはですね、もうみんな知ってると思うんでサクッと話しますが、まずこの臨車降臨を10回回ってもらう必要があります。臨車降臨10周してもらってから、こちら黒メダル2枚、臨車、そして臨車の奇跡ね、これダンジョンで取れますからね、でからのこちらハロウィンガチャドラからのこちらハロウィンのお菓子袋を使う必要があって、まあめちゃ端的に分かりやすく言うと、めんどくさいということが言い切れるわけですね。マジめんどくさいんですよ。なので一生臨車や降臨を頑張って周回してもらえれば、まあ一応ね、こちらのね、ハロウィン臨車を作れるというね、システムになっているんですが、まあ今回はそんな臨車はね、作るのめんどくさいんですけど、まあその割にじゃあ強いのかと、そして何体確保するべきかということで話していこうと思います。まだハロウィンイベントね、期間9日あるので、この動画見てから作り始めても全然間に合います。余裕で間に合いますので、周回編成も多分動画後半で話すと思うんで、そちらもチェックしてみてください。まず臨車ですね、覚醒としてはバインドスキブ封印指浮遊五色攻撃4つガドブレクライミパラスお邪魔パラス持ってくれてます。まあさすがに無課金キャラとは思えないぐらいの性能してると思いますが、まあそれもそのはずで、まあ普通にね、このキャラは無課金キャラと黒メダル2枚使ってるんで、まあそれはそうですね。倍率は8201倍というね、破格の倍率を持ってくれています。でスキルは全ドロップ6個を解除し、火水木光闇回復毒ドロップに変化、覚醒無効全回復が3ターンで打てます。はい、このね7色陣覚醒無効生成が3ターンなんですよね、これ6解除もあって。でこの6解除生成覚醒無効全回復3ターンめっちゃ強いんですけど、やっぱ弱点としては毒ドロップ生成があるというところ、毒ドロップ生成があるというところは結構ネックなポイントにはなるかなとは思います。まあその分リーダースキルはね5色同時攻撃で 77% 軽減、3コンボ加算、毒か猛毒ドロップを消すと攻撃力が40倍、固定1ダメージとなっております。はい、なので、まあ、この毒を消すというねリーダースキルの条件を満たすことで、攻略キャラとして運用ができるっていう感じになります。で、まず臨車の加工数解説からやっていこうと思います。最低加工数はもうユーコールチャンネル圧倒的に推してる加工数があって、もうそれが1ですね。はい、最低は僕は絶対1でいいと思ってます。まあ、それこそルーレットループある編成のサブに入れてあげて火力枠かつ生成して覚醒無効回復して毒はルーレットで消すみたいな運用方法もできますので、もちろんキャラ運用もできますし、あとは武器がねスキブ現象あるとはいえども5色攻撃に泥鏡5色あるんですよね。これは強すぎるね。でスキルベイチ23トンで溜まりづらいということもあって、リンシアのこの武器ってめちゃ強いんですよ。なので最低加工数としてはもう最悪武器にもできるようにということで、まあ本来はキャラ1体でいいんですけど、まあ、キャラ1体に加えて何個かこの臨車の奇跡も余裕を持ってね加工しといてもらえればもうそれで十分かなと思うので、まあ13周ぐらいしてもらったらいいかな。もうそれでまあキャラ1体と必要になったら武器にできるようにね使ってあげればいいのかなと思います。はい、まあ、という感じですね。 P 上げは全然ねもちろんしてもらってもいいですし、もうサボっててもいいんでね使うタイミングででもいいので、最低加工としてはやっぱ1話でも持っておいた方がいいキャラ性能武器性能かなとは思ってはいます。で次に推奨加工数は、僕の推奨加工数としては3にはなります。ただこれはあくまで臨車ループを使いたい人向けの話ですね。あの臨車ってもしリーダー運用する場合めっちゃ強いんですけど、 77% 軽減、3項目加算、毒か猛毒消すと攻撃40倍固定したダメージと、リーダー性能としてはすごく高くて、まあ、スキルもね生成ループもあり火力も出せるキャラなんで、臨車ループ使いたい人はぜひ3体ね作ってもらえればなと思います。無課金キャラにしてはトップクラスの性能持ってるんで、無課金キャラとして考えたら間違いなくぶっ壊れだと思います本当に。ただやっぱ僕が一個どうしても気になるところとしては、果たしてこれを取ったところでみんながシャナとこっちを比べた時にどっちを使うかって言われたら、毎ターン7色パズル組む必要があるリンシャに比べたら多分みんなシャナ使うと思うんですよね。だから結局リンシャループってそんな無理してリーダーフレンドまで作ったところでめっちゃ使うわけじゃないと思うんですよ僕はね。なのでリンシャに関しては正味1体いれば十分かなと思っていて、最低加工数の1体でいいかなとは思います。ただもう2体以上作るんだったら絶対3体作った方がお得ということで、推奨加工数は3体となっております。はい、でまあ当然最大加工数の話としましては、最大加工数はもう4体以上となっております。はい、まあ当然キャラ3体に加えて必要な分だけ武器取ってもらえればいいかなと思います。まあ、僕は武器1体でいいと思うんで4でいいと思いますけど、まあもし2体以上欲しいなら5体、3体欲しいなら6体って感じで作ってもらえればいいかなとは思いますが、まあそこまで黒メダルねもったいないと思いますので、まあ僕はもう3入れは十分かなとは思ってはいます。はい、まあで武器含めて作るなら4って感じが最大加工数になるかなと思います。ってイメージですね。
まあリンシアはすごく強いキャラなんで全然取っても損はしないとは思いますが、あのみんなが思ってる以上にパズルが難しいんですよ。結局パズルも難しいし、じゃあ果たしてこいつがそんな頻繁にこれから使われていくかって考えたら、実際さ12種類のインフェルノの雨で消えそうじゃんっていうのもあって、まあ、正味僕は1体取ってもらえればいいかなと思うので、ぜひ1体はね確保してください。あと明日か今日ぐらいにリンシア2体使った攻略遠征もあげるので、まあぜひそれ組みたい人はねリンシア2体までは頑張って作っておいてください。一応リンシア2体の攻略遠征もあげる予定ではありますという感じがね、リンシアの最低加工数解説となっております。はい、さあ続きましてリンシア降臨の周回編成紹介していこうと思います。まず左側が組めるんだったら一番最強のリンシアを周回するための真弓編成ですね。まあ、組めるんだったらまずこれが最強です。で次に右側ですね、これはリンシアを2体以上作った方向けになるんですけど、3体メイクを作っていきたい人はこの真弓編成がおすすめです。これ注意点として7階層10コンボ必要っていうね、ちょっとだるい編成ではあるんですが、それ以外はもう特にね文句もなく使える編成で、もう7階層10コンボだけ組んでもらえれば大丈夫。なんならリンシアのスキルレベル上がってきたら平等院武器をですね、あのステイルマグヌス武器に変えてあげて7階層でマグヌス打ってあげてってやってあげると、7階層コンボ加算あってね、8階層も無効換コンボ加算あって、9階層もコンボ加算あるみたいな感じで運用できるので、ぜひともねこれ頭に入れて使っておいてください。そしてラストにですね、ゆうころチャンネルがね紹介するしばだら編成やっていきましょう。でまあ組みやすくておすすめな編成がねこのね、マデュを使った編成になります。はい、まあ、リーダーまではねアシスト自由なんで今回泥気をつけてあげています。リーダーチェン体制は必須です。はい、で芝だらです。超つなげ視聴限界法に飛空艇継承ですね。はい、からの芝だら超つなげ視聴限界法にアレキサンダー継承、からの芝だら超つなげ視聴限界法にアレキサンダー継承です。アレキと飛空艇に関しては泥気を埋めれたら大丈夫です。まあ、この3枠で泥気を埋めてあげて、あとはマデューのアシストで HP 盛るとかがね一番強いかなと思います。で壁結びは、上限解放にこちら、ジャージ継承ですね。チーム HP と、あとはね8コム加算武器で採用されていて、ラストジョナサンです。7強上限解放悪魔キラーにこちらサイクロプス継承って感じになってます。まあ、ちなみになんですけど、悪魔キラーつけたくないなっていう人に関しては、まあ、一応ねあの泥鏡の数多ければ全然悪魔キラーつけなくても周回できますが、あの万が一泥鏡足りなかった時にね敵倒せなくなるので、できればつけておいてあげてください。で、あと代用に関してなんだけど、ジャージに関しては7コンボ加算以上武器です。で、まあ、7コンボの場合は枝豆2個、8コンボの場合は枝豆1個、9コンボ以上の場合はもうずらしてワンパンが確定でできます。はい、でもしこれをね、5コンボ加算以上武器で代用する場合に関しては、紙結びフレンドにしてサブジョナサンにしてもらえれば5コンボ加算武器で代用可能です。まあ一応ね5コンボ加算武器で芝ドラ打ってから平積み組んでもらえればそれでも問題はないので、パズルしてもいいよっていう人はフレンドジョナサンでも構いません。はい、で、サイクロプスは、アシストを外してくれれば大丈夫です。はい、一応まあルーレット無効貫通先生あるということで採用してるだけですね。まあ一応持ってる人はエリオとヒソカが代用で使えますが、もう全然ルーレット対策したいだけなんで、ない人はアシスト外してもらえれば大丈夫って感じになります。なのでまあかなり編成は組みやすいかなとは思います。まあ実際にこちら使って最後リンシャやってね、周回編成紹介していきましょう。まず1階層からです。シャバダラ進化していきます。はい、ちょっとシャバダラ進化してあげて殴っていきましょう。これでずらしていきます。はい、シバダラ進化してあげてずらしです。このままワンパンしていきます。はい、で続きまして2階層です。で、まあ、今回の遠征は一切回復はしません。もうあの HP 足りるので一切回復しなくて大丈夫です。2階層ここもシバダラ打って殴っていきましょう。まあ、PDC にも記載したんですけど、マデューはねアシストはもう本当に自由です。はい、一応ねこうやってヘイストもらって上上がったりするんですけど、次に使うタイミングっていうのがそもそもボス階層なんですよね。マデューを使うのって次ボス階層で、アシスト無効状態で使うので、なんて言うんだろう、基本的にアシストが上がっていても全く問題はありませんね。基本的っていうか全く問題ないので、マデューのアシストは完全自由で大丈夫です。はい、3階層花火突破です。4階層芝だら打ってワンパンしていきましょう。このためのリザチェン体制。はい、シバダラ打ってずらしてここもワンパンしていきます。これで突破です。はい、で続きまして5階層です。5階層はフレンドのジョナサンアシスト打ってあげてからのシバダラ打ちます。はい、で無効貫通プラスルーレット生成でルーレット上書きしていきましょう。さあこれでしっかりここもワンパンしていきます。突破です。 OK。 さあ続きまして
6階層です。ここも芝ダラ打ってあげてずらしていきましょう。この編成回復は一切不要な編成なんで、ただずらすだけです。はい、これでワンパー、一切回復はいりません。突破。さあ続きまして7階層です。ここも芝ダラ打ちましょう。ずらしてワンパンです。はい、これが最後の先制攻撃なんで HP はめっちゃ余裕あるの分かると思います。はい、なので多少 HP はね漏れてなくてもなんとかなるかなということで安心な編成ですね。はい、これも突破していきます。さあ続きまして8階層です。8階層はジャージからの芝ダラ打ってあげて9コンボ組みましょう。でまあ基本的に枝豆入ってるのでずらしていいかなと思いますが、万が一枝豆0個の場合だけ追加でコンボ組んであげてください。で、7コンボか3武器の場合は枝豆2個で大丈夫です。はい、なので基本的には大丈夫ですね。はい、これで突破していきましょう。 OK。 さあ続きましてボス階層です。ここはまず魔竜打ちましょう。魔竜打ってあげて支援発動です。で魔竜からの芝ダラからのジョナサン打ってあげて、これでずらしていきましょう。でまあ正味ジョナサンは悪魔キラーつけんくても結構余裕で削れるかなと思います。はい、こんな感じですね。万が一のために一応つけてますが、なくてもいいと思います。でラスト芝ダラ打ってあげて2パンっていう感じの編成でした。もうめっちゃ簡単じゃない？こんな感じでただ2回ずらすだけで終わりっていうね、もう最強の編成でした。いかがでしょうか？もうこんなんでめちゃめちゃ簡単に周回できますので、もう組めるんだったらまあこれが早いしおすすめかなとは思います。はい、だいたいタイムに関してもまあね、こんな感じで3分14秒、結構早めに周回できるんで、まあ、もし組めるんだったらですね、ぜひともこちらの編成使って頑張ってみてもらえればなと思います。ということで、まあ、今回の動画終わりになります。ぜひ参考になった人はチャンネル登録高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。